君たちはどう生きるかで、はい、アオサギあるじゃないですか。僕初めて宮崎駿の映画を劇場で見た。ちなみにご感想は？正統派ファンタジー。めちゃくちゃ正統派なファンタジー。そうなんですか。戦車出てきますね。あ、出てくるね。出てくるんですね。やっぱ出るか、戦車は。更新してるだけ。宇宙、宇宙らしい。あれはやっぱあれだから、やっぱ日本の戦車の貧弱さを示したかったから、うん、あとゼロ戦のキャノピーが出てくるな。あ、なんかそのゼロ戦のキャノピーが出るという話をね、うん、なんかあの、打ち合わせメールの中で仕切りにされていたので、ゼロ戦のキャノピーが出るんだろうな、だからね、あれがね、もう変な話で気になっちゃって、要するに三分割じゃないですか、キャノピーは。うん、でも、その、映画の中で一体になって運ばれてて、あやっぱりキャノピーを見せたかったんかなっていうことなんかなっていうね話かと思って。